海が夏場はまあこう清掃化して安定しているっていったことや、冬場は海が上から、深いと表層から深いところまで混合しているっていうのをこう、目で見て、分かるような視覚的に理解できるようなあの家庭でもできる簡単な実験をちょっと今から、やってみたいと思います。でまず、まあ、その密度の違いが清掃を生むとか混合を引き起こすっていう、メカニズムなんですけれども、まず最初にこういった、温かい真水、冷たい真水というものを、まあ、ちょっと2種類、2つ用意しました。で実際にあの本当にこれが塩分ゼロで、水温が温かいのか冷たいのかっていうのを一応確認するために、まず水温塩分センサーで簡単にあの確かめたいと思います。上が、塩分、下が温度を表示しています。何度ぐらいでしょうか。塩分が 0.1 で水温がまだ少し上がってますけれども40度ぐらいの、水です。じゃあ次に冷たい方にちょっと入れてみてください。40度超えるぐらいの、大体 20.5 ぐらいの、水です。20度ぐらいの差がある、温かい水と冷たい水を、用意しました。次に、水温塩分が確認できたので、混合実験をやってみたいと思うんですが、分かりやすくするために、こういったあの食紅を、この水に、つけて分かりやすくしたいと思います。できれいに、温かい水は赤、冷たい水は一応青ということで、色付けしていました。で今から実際に何をするかというとですね、まあ、この下敷きを使って、左側にある、まあ、バットの方は温かい水の方に、こういった下敷きを上に乗せてひっくり返して、それを冷たい水の上に置いて、この下敷きを引いた時にどういったことが起きるか。で反対に、こちらの右側のバットに、ある方は冷たい方に下敷きを置いて、冷たい水を上に乗せて下敷きをゆっくり引っ張った時どういったことが起きるのかっていうことを実験してみたいと思います。はい、それでは早速やってみたいと思います。まずはあの温かい水を上にした場合どういうふうになるかっていうのをやってみたいと思います。はい、はい、じゃあ感じです。じゃあ僕引きますね。はい、はい、じゃあゆっくり引いていきます。はい、こんな感じで、引き終わりました。はい、そうすると、まあ、温かい水はそのまま上にあって、冷たい水はそのまま下に、あるまま、まあ、上に乗せたら状況は全く変わりませんでした。じゃあ次は、冷たい水を上にした場合、どうなるかっていうのを、続けてやってみたいと思います。はい、乗りました。ちょっと真ん中ずらします。はい、じゃあまた、引いていきました。引きをゆっくり引いていきます。さあどうなるでしょうか。はい、引き終わりました。はい、こんな感じで、冷たい水を、上に乗せた場合は冷たい水が下にこう潜り込んで、そしてぐる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 、回るような、形になりました。で、ですね、これ今、最初の温かい水の方を上にした場合は、これは、海でいうと夏の清掃化の時にこういった現象が起きます。というのは同じ、真水で温かい水っていうのは密度が低いので軽い水になります。なので軽い水が、
上に残ったままで、下の水と混ざることがありません。なので夏はどんどん太陽放射が、強いので海の表面の水っていうのはどんどん温められるので、その水っていうのは密度が、どんどん低くなってきます。要するに軽い水になります。なので混ざらず清層化するというような、構造になります。まあ、深いところには冷たい水がそのままあります。で一方、これは、海でいくと冬場に相当するんですが、冬場は、気温が下がるので、海の表面の水っていうのはどんどん冷やされて、その水の密度は高くなるので重たくなります。なので重たくなると、その重たくなった水が深い下に移動します。でその真下にあった水が、さらに上に来るんですけれども、その水もまた冷やされるので下に行く。そうするとどんどんぐる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 上から下までどんどん混ざっていくので、冬場は、海の表面から深いところまで延直的にこう混合される、ぐるぐる混ざるというような、構造になります。で全体的に、夏から、冬にかけてこういう、左側から右の現象が起きて、冬場から夏にかけては、反対側、右から左側へ、といった、現象が起きています。